川達也さんぐらいしか知らないですね。そうですよね。そうですね、まあ、強いって言われてるからやりがいがあるなと思ってますね。そうだね、みんないい選手が名古屋いるって聞いてるんで、まあ、この間の準決勝を見て思ったけど、まあ、結構みんな練習してるなっていう戦い方してたんで、ちょっとまあ本気モード出さないとやばいかなって感じですね。ヒットマーケルト選手、ここを見たけど俺の敵じゃないね。今回はベストメンバーで臨むんで、まあ、多分3連勝でいけると思いますけどね。うん、間違いないです。立ち技でボコボコにしてやろうかなと、自信へしょってやろうかなと思います。決して弱くないと思ってるんで、ただただ全力でやるだけですね。もう寝技で倒します。カラス、カラスってこのカラスですか？カラスは毎朝石投げて遊んでますけど。うん、全然いじめますよ。全然バチバチに石投げちゃいます。石投げちゃいますね。前回誰でしたっけ、カラスのなんかちょっとぽっちゃりした、山なんとか君ちょっと出してもらいたいんですけど、山なんとか君、君にその器量があるならかかってきなさい。カラスには興味ないね。名古屋連合が決勝だと思ってるから。そうだね、なんかベストメンバーで来てるって言ってるしね。今回勝った方がチャンピオンじゃないですか。どこまで行っても名古屋が一番だで。うわー、どうじゃ叫びか。叫びしてるい。見とけよ。俺たち道場叫びが一番強いと思ってるんで、覚悟して東京来てください。